はい、皆さんこんにちはジョーですここ最近です。金利がどん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 下がってきて、もうものすごい1.8から2.0までいくんじゃないかっていうところから、もう1.4%台まで米国の10年債の金利が今低下してきていますけれども、今このまま低位安定するのか、下がり続けるのかどうかっていうのを結構心配している方もいらっしゃったりとか、あとは僕も含めですね、FAS とか XLF、そういった 金融株持っている人に関しては、これ非常に大きな問題というか、注視すべき問題なのかなとは思っているんですけれども、今ですね、この JP モルガンが新たにレポートを出していて、この金利の短期的な低下っていうのは一時的な,一時的なものなんじゃないかということを言っていますと。なので、今ですね、この米国債の弱気派、いわゆる金利上昇派の人たちに対しては、この状況をですね、持ちこたえろっていうふうにレポートを出していました。 で、それがですね、記事になっているがこのページなんですけれども、米国債弱気派持ちこたえを JP モルガンや TD セキュリティーズというふうに書いてます。で、こういったところの会社に加えて、あとはですね、モルガン・スタンレーなんかに関しては、今週の FOMC での高派、いわゆる金利上昇派のサプライズリスクっていうのもある程度、 え、指摘がされているというわけなんですね。で、ここで気をつけていただきたいのは、あくまでもこの高波的、近似上昇波的な見方っていうのは、まあ、メインのシナリオではなくて、まあ、こういった可能性もあるよというような指摘をしているというのは理解をしていてください。なので、こういうふうな方向性に必ず行きますというよりも、まあ、やはりこういったところも意識しておくべきですよ、こういったリスクもありますよという、まあ、いわゆる注意喚起ですよね。で、その中の一つ、 注目されている要因としてはですねまずはこの短期的な値動きに関してはなぜ起こっているかというとこれまでずっとですね金利が上昇方向に行くいわゆる米国債の値段がどんどん下がっていく方向、まあ、いわゆるショートしているショートショートショート、まあ、いわゆる株だと下に下がっていくのをショートっていうんですけど債券だと金利が上がっていく方向にかけるのをショートしているんですがこれが1.8っていうところを触ってから 急激にですね、今テーパリングのタイミングがずれ込むんじゃないか、雇用が非常に弱かったことから、そういった方向性に今舵を切っていて、ショートカバーっていうのが短期的に今起こってますというふうなことがあって、金利が今非常に急ピッチで下落をしているということが今背景としてまずありますよね。で、これはやはり一時的なんじゃないか、今後は緩やかに 2021年の末に向けて 2%1.8% から2%というところをめがけて上がっていくんじゃないかというのは、まあ、これいわゆるウォール・ストリート全体でのコンセンサスになっていると思うのでこういったところに向けて徐々に上がっていくんじゃないかというところがまず一つ市場全体の見通しであるというところとあとはですね今回のこのチャートを見ていただきたいんですけれどもこの黒の線がですね現在マーケットで織り込まれている利上げの え推移になってますで、えー、これはですね2022年中に関してはまあ利上げがないんですけれどもこの2023年っていうタイミングを見てみるとこの今見えますでしょうか黒い四角があるところに0.25というふうにありますけれども今0%から0.25というところなんですがこれをえ1段上げるっていう意味でここに0.25というのがついてます。なので、えー、このでこ2023年中に 少なくとも1回の利上げを織り込んでいて、かつこの2024年までの間にもう一段、これ0.58というふうに黒い四角の隣に書いてますけれども、2段階の今、利上げっていうものを織り込んでいると。で、その後は比較的緩やかに上げていく、同じようなペースで上げていくっていうのが今織り込まれてはいます。で、この赤い線が、ドットの線が何かっていうと、今現在ですね、 アメリカの中央銀行の方で見込んでいるこれ真ん中のミディアンの中央値ですね中央値でどのような利上げを見込んでいるかっていうところなんですが2024年までは利上げは今のところは一切織り込んでいませんただしそこからは結構な急ピッチで市場の予想よりも速いピッチで利上げっていうのを織り込んでいるというような状況になっているんですよね で、こういったところに対して、さらに2023年中の利上げっていうところがもう織り込まれていったりとか、そういったことがこの FRB の中で議論されていったりとか、見方が強まっていくと、やはり金利の上昇ペースっていうのは加速したりする可能性もやっぱあったりするわけで、その辺のリスクっていうのもあるんじゃないかっていうふうに、まあ少しは言われています。で その背景としては、今後もちろん雇用が急激,急激に回復してくるというところもあるんですけれども、やっぱり今、本当に予想を超えて高くなってきている物価指数っていうものに非常に今注目は集まっています。で、先日別の動画でも申し上げたんですけれども、今このポール・テューダー・ジョーンズさんというですね、非常に、えーまあ、レジェンドというふうに言われているヘッジファンドの創設者がいるんですけれども、彼もですね、このインフレに対して本当に 一時的なのかどうかどうところにに非常にやっぱり注目していていこのモルガンスターレーのストラテジストもですねこの金利に関しては高い,高いこのあ金利じゃなくて物価ですねこの物価の高いレベルっていうのが、まあ、維持されるんじゃないかっていうふうに言っています。でこれいろんなところでも言われてはいるんですけれども、まあ、今非常に順調に、えー、推移しています、えー、雇用のコスト、まあ、いわゆる時給ですよね。この 労働者に対して払っていく賃金っていうものが今どん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 継続的に上がっていると。でかつ、不動産、まあ、賃貸物件の家賃がですね、どん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 これも継続して上がってきていると。で、この2つっていうのは1回上がり始めて、堅調にペースがよく上がり始めてしまうと、うなかなか止めらんないんですよね。もう皆さんもおそらく同じような立場になったらそうだと思うんですけども、まあ、自分がマンションを持ってて、まあ、定期的に1人が してでまた出て次はじゃあ上げられるっていう風になったらなかなかやっぱそういう風に毎回毎回上げていきたいって思ってそのペース崩せないんですよねでかつ労働者としても家賃が、まあ、すませんえっとなんだえっと時給か、まあ、時給とか、まあ、給料がですねどん,どん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 上がっていく中でその上昇っていうのをある程度やっぱ織り込んで就職というか転職とかもすると思うので。 こういうペースが一回上がり始めると、なかなか止まらないっていうのが、過去の傾向からしてもあります。なので、こういったところのリスクを考えてみると、今後も継続してインフレが好意安定していくリスクっていうのも一定程度あって、そういったところを鑑みてみると、やはり思った以上に早いペースでの利上げっていうのが、今後長期的に見ると必要になるんじゃないかっていうのが、こういった予想されている背景にあるんじゃないかなと思ってます。はい。まあ、僕はですね、 今、ファスを、ファス単体で、ファスっていうのは、金融機関の3倍レバレッジの ETF なんですけども、単体のパフォーマンスとして見てるっていうよりも、やはりこういった利上げとか、そういったところに対してのリスクのヘッジっていう意味で持っているので、あまり単体でのパフォーマンスは意識してないというか、あまり関係ないんですが、こういったところのニュースというか、FRB の やはりこういったところの予想が出てくるようであれば、その辺に対してのヘッジというか、まあ、警戒感というのも、やはりまあ持っていくべきだなというのも改めて感じさせられました。で、えー、この FAS を持ってましょうとか、えー、XLF を持ってましょうとか、まあ、そういったことではなくて、やはりこういったリスクがあるっていうことを理解しながらポジションを構築していくのは非常にやっぱ重要だなっていう感じですよね。まあ、どういうことかっていうと、 今非常にグロース株調子良くて、高型株もどん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 上がっていってますよね。で、そういった中で、まあ、全部高型株中心のポートフォリオになっていくと、かなりこういった利上げが突発的に出てきた場合に、ものすごい弱い、まあ、脆弱なポートフォリオになってしまうので、まあ、ある程度、金利上昇というところが起こっても平気なようなポートフォリオですとか、まあ、あとは、金利上昇に対してのリスクがある程度高い というのを思うのであれば、そのあたりの割合を少し減らして現金にしておくとか、現金じゃなくても物価上昇に対して、金利上昇に対して強い銘柄に振っておくとか、まあ、その辺はいろいろやり方があると思うので、まあ、こういった見方もあるよというのは踏まえてですね、戦略に生かしていただければなと思っています。はい えもしよろしければ、このチャンネル応援してもいいよという方はですね、チャンネル登録とか、あとはベルボタン、グッドボタンもいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。